皆さんはじめまして。本日からグラブル関連の動画投稿をしていくクワトロです。今まではツイッターでグラブル関係のツイートをするくらいでしたが、以前から動画投稿をしたいと思っていたので、ようやく重い腰を上げ初投稿です。はじめに簡単に現在のプレー状況や自身の自己紹介をしていきますね。グラブルネームクワトロ。2018年6月のペルソナコラボからグラブルを始めて、2021年5月現在はランクは300。推しキャラはバジラ、素直で明るいところが大好きです。水着実装が待ちきれない今日この頃です。得意属性は火属性、6属性の中では一番手持ちが充実している属性だと思います。社会人で妻子持ちなのでなかなか自由な時間はないですが、今年の彦戦場は英雄目指して頑張っていこうかなと思っています。石油武器にも手を出してみたいですね。課金はスタレやサプチケを買う程度で、無理のない範囲でやってます。ゲン生投入天井とかはしたことがないですね。お金はないですが周回は得意なので、時間でカバーできるところは周回してリソース確保しています。10点集は全員最終済み。1から6人目までは120レベルまで限界超越しています。130レベル解放の青髪は奥等の超越待ってからサラーサとのどちらかに使う予定です。賢者は現在9人加入しており、今年中には10人目も加入できる予定です。ルシファー HL ソロは全属性で達成しており6枚バネです。ベルゼバブ HL もソロ討伐経験があります。ただ全属性神石とかではないです。ルシソロは4属性はマグナでやりました。基本あるもので頑張るスタイルですね。現在はトーメンター以外のジョブでルシソロしようと奮闘中です。火はあと少しでできそうなところまで来ているので、達成できたら動画にしますね。以上簡単ですが自己紹介になります。動画作成も不慣れで、思いついたネタをすぐに動画にできるかが少し不安ですが、楽しく動画投稿していこうと思ってます。チャンネル登録とツイッターのフォローをぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。